レバー・ケーゼ・レバー・ケーゼは、ひき肉と、香味野菜およびスパイスを長方形の型に入れて、蒸し焼きにした食品であり、ドイツ南部、オーストリア、スイスの一部で見られる。レバー・ケーゼという名称は、レバー、レバーと、チーズ、ケーゼを連想させるが、もともとはここ地ちドイツ語で余り物を意味する、ライバと、型、カステンが変化した方言、ケーゼとに由来する。 口述のようにレバーが用いられる場合もあるものの、バイエルン地方やシュトゥットガルト地方など一部にとどまる。南ドイツからオーストリアにかけては、フライシュケーゼとも呼ばれ、フライシュは肉を意味する。ミートローフの一種とされているが、アメリカのミートローフより一密で、硬い仕上がりとなる。一般的な製法では、細かくひいた牛肉、豚肉に玉ねぎなどをみじん切りにしたもの。 それにスパイスを加えてパウンドケーキのような形に蒸し焼きにする。地方により全体の 4%5% の量のレバーを混ぜる。地方や店舗により様々な製法があり、肉類の種類、配分のほか、野菜などの具材やスパイスハーブの組み合わせも多様である。チーズを混ぜ込むバリエーションもあり、その場合にはエメンタルチーズやマウンテンチーズなど、 高温でも溶けにくい種類のチーズが適している。レストランやカフェのほか生肉店の軽食コーナーでも提供される。また、日本の新聞社、朝日新聞が2019年9月22日に報じたオクトーバーフェストの記事の中では、ひき肉の代わりに大豆由来の食材を使ったレバー系税について触れられている。レバー系スゼンメル薄切りにして、ロールパンの一種である、 カイザーゼンメルに挟んだものはレバーケースゼンメルと呼ばれバイエルンやオーストリアではファストフードの定番であるパンはカイザーゼンメルのようなハードな小麦パンが好んで用いられるが手に入らない場合は小型のフランスパンに挟んだり田舎風フランスパンを切ったものを使っても良いありがとうございます